えー、どうも、ボビー・アトレザーのボビーです。えー、ですね、き、え、ょ、ー、は10月4日ですね、の日曜日、ね、いかがお過ごしでしょうか、えー、ボビー・アトレザーの、ーボビーのーフィロソフィー・オブ・ライフ、33回目の放送、始まります。それではですね、えー、オープニングムービーをどうぞ。 どうも改めましてボビー・アトレーザーのボビーですええとですねえ今日はあね今日も今日もえこの大阪のボビー・アトレーザーのアトリエからえお届けしておりますねあのまあアトリエでゆっくりえくつろいでもらうようなそんな気持ちになってもいただければ幸いですでですねえ今日はですねえまあ あそうですねハットの話をしましまょうかね、うん、やっぱりこうボビー・アドレザーっていうよまあ、まあ、ハンドステッチで、えー、ねっ、えー、顔ひもを使ったハンドステッチでですねこういう感じのセブンティーズロックフ,フ,ファッションっていうかね、うん、そういうカルチャーのー作品をですね、えー、得意としているレザーブランドなんでね。 え今日はですねそういう要素がギュッと詰まったーレーザーハットについて解説をしていきたいと思いますじゃあえっ、ー、とですね <laughs> えー、まずそうですねえー、これですねまあ今まあ僕が被ってるのもそうなんですけどー、まあ、ボビー・アッド・レーザーのおー人気アイテムねこれですよ、えー、バルハットね まあ、このタイプはバルハットネオっていうタイプなんですけどすべ、えー、てですね、えー、これは、えー、ホースレーザーですね馬革ですね革ジャンとかで、えー、使ってる革ですねと同じちょっとあの,張りのある感じで、まあ、今これジャケットを着てるのも、まあ、あ馬革ですねあのこれも10年以上着てますけどね <laughs> で、まあ、あの全部こうステッチで、えー、あのこれも馬革ですだん,だんこれこういうね こう独特のしぼというか腕じわができてだんだんこう育って,ていってる感じがですねこのねこのなんてのうんですかこう,こういうねえところにしわがここにねしわがあこう刻まれていてですねえちょっとすれ傷も入っていってすごく立体的な感じに仕上がってきますけどね。でですねえまあこのディティールの。 話をですねえー、ブログでもね、えー、書いているんですけどもブログではなかなかあ、えー、伝わりにくいニュアンスとかねあったりするんで,で、まあ、ちょっとこう今日は解説も入れながらですね、えー、そのディティールに迫っていきたいと思いますじゃあですねえー、こ,れこれジャケットがね、えー、これが70年代のーノースビーチレザーっていうね、えー ハンドステッチのブランドのねカワジャンのブランドです。ちょっと待ってね。えー、こういう類ですねこ。こう見した方がいいかな。こうね見てもらった方があいいと思いますね。えー、これがまあ当時のこのヴィンテージのーレーザージャケットです。まあ、こういう,う多分今今ピントが落ちるんじゃないかな。こういう感じのちょっとねこう,こういう感じのね、えー、編み上げをね。 あの皮紐で穴を開けたところにこう紐でかがりながらあまあ一枚にこう作品を紡いでいくんですけども、まあ、非常にいい手の込んだっていうか <laughs>、まあ、あの根気のいる仕事ですね。<laughs> うん、このジャケットもあの根気があ <laughs> 根気だらけですね。うんあの あの大体革、まあ、ジャン1着完成したらですねしばらくあのんていうのなあの脱力っていうかあのカクンとくるっていう感じでねしばらくそういうふうに陥りますね、うん、あの対策になれば対策になるほどね。でまあこ,れこ,れこのディティールはまあ覚えていてください。 ね、こういう、まあ襟,まあ、襟のとこは、まあ、ノースビッチレザーの、ね、感じはこういう感じですよ。ね、こ,こう見た方がいいかな。ね、こういうい、ね、編,編み方ですで、まあ、ボビアド・フェザーも、まあまあ、右に流れてですねそのリスペクトをですね <laughs> え影響を非常に大きく受けてですね、えー、日本で。えー まあ、コツコツとおね人知れず <laughs> あの知る人の <laughs> 知るみたいな感じでねなってますけどね、うん、でまあまあまあそういうマニア,マニア向けな <laughs> あレザーブランドなんですけどねで次はですね、えー、これがこれもノースビーチレザーという,うこれの多分60年代のデッドストックですねえー、とこれもこれはこう,こういう編み方ですよ。 あのジグザグザとしこうやって僕の顔を隠した方がこう見えるよねこういう感じで、まあお,ね、お尻見せるよりもあこっちこっち見,見てもらった方が多分、あのー、分かりやすいかなディティールはね、うん、あのこれがあこういう感じでね見上げていってるわけですよ、ねうん、こ,こういう感じでね、あのー、でまあ,あのこういう,う前隠しっていうかそこのとこはね こういう感じで、えーね、こうこういう感じで、えー、顔にピントが合うからこうしますね。こういうなんかロ,ープロープのような感じの、ね、編み方で。でまあ、あのー、基本的にですね、えー、こういうねヴィンテージのおーこうおー資産っていうかこういうのがですね、あのー、僕の教科書ですねボビア・トレザーの。 あの実際、川細工の本とかねあるじゃないですかあの作り方とかのえ一切載 <laughs> ってないのでねあの僕にとってはもうこ、こういう,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 ねもう半世紀近く前の40年以上前のこういうレザージャケットとかねこういういレザーパンツとかがもう教科書ですね、う。ん あのただまあこれもどういうふうにして、えー、作ってるんかなとかいうのはあなんとなくイメージはもともとデザインとか設計とかもおいろいろやったんですそういう構造的なことはですねある程度は予測はしてて、えー、頭の中でこうシミュレーションするわけですよ。 こう組んでああ,あやって重ねてここに穴開けてこういったらいけるなとか <laughs> あの、うん、まあまあそれはもうもう,おもうね長年のそういう,う、えー、経験とかもろもろがねあのもう体が覚えてるんでね、うん、あの,こ,うあのこれをまだ誰かにこうおねこういうねあのサンドステッチのこういうの習いたいなっていう人がいてたらですねどんな手を教えたらいいか僕も分からないけどね。<laughs> うんね、多分こういうの好きな人もで自分でやってみたいなっていう人もきっと僕みたいな感じでいてるとは思うんですけどね、うんまあ、そういう方はこういう方でねやっぱりこうなんかあ道を、ね、探していくと思うんですけどね作り方とかね、うん、まあ僕なりに、えー、多分こうじゃないかという類推しながらですね、えー、だいぶうねもう,こう,こう10年以上 <laughs> もうここのスタイルで、ね、やってますんでね、うん、でーしょっ これちなみに、えー、これはあのボビー・アトレーザーの作品ですね。えー、あのこれは僕が一から作ったあーこれ鹿革のー川パンですね、うん。このタイプは何本か作ったんですけどこ,のおこれはですね、えー、実はあれですよあの5年前の、えー、長渕剛さんのですね にのが富士山でですね夏に富士山でですねライブをオールナイトライブをやってる時のですねギタリストの石朗さんがですねステージでですね履いてたレザーパンツですね。でこういうスタッズもちょっとこうして見なこうスタッズがね売っててあのこうフリンジをね こうつけてですすねこな感じですよ、うん、でちょっとベルボトムでねわ、うん、ういう感じでですねこれディアスキンで鹿革ですね、えー、このパンツも鹿3等分大体鹿3等分ですね革ジャンと、えー、ズボンとね大体いいね同じぐらいのレザーの面積使いますね、うん、でまあ革紐もの革紐の長さも多分 一緒ぐらいですねあのズボンやからちょっと少ないかなと思ってみ、ね、思ったんですけど最初はだからもう結構なあ、ね、長さもあるし直線の長さもで、まあ、あの腰周りのねこの,この周囲っていうんですかねこの,この周囲ねもう大概ですよ <laughs>、ね、長さあるんでねで、まあ、あとディティールもベルトループとかあ,あと、まあ、ズボンの,、ね、このポケットとかねこういうな後ろ。 ちなみに後ろデザインはまあ全部ポピア・レーザーで僕がデザインしてえ作ったものなんですけどねこうんかわいう感じでねダイヤモンドパイソンももうあのだいぶこうきなりな感じでねあの経年変化してますね初めはもうちょっと白っぽい感じやったんですけどねこれどちらかというとベビーパイソンですねあのダイヤモンドパイソンよりももう同じものなんですけどえ,ーえーとちょっと短い小ぶりな感じでこの何ていうんですか このウロコとこのウロコですね。これ見えます？このヘビのね、このウロコが細かいんですよね。まあこれだいたいみんなベビーパイソンとか言ってね、えー、こういう小物とかに使ったりしますけども、もまあちょっと贅沢の使い方ですよ。うん。まああのー、別に破れたりもしませんし、うん。あのー、いい感じでね。だいぶこれもステージでね、育ってていただいてですね。 で,、まあアトリエでえー、ディスプレイそう,そうでまあ,あこのおねそういうフレーバーをですねそのさっきの何て言うんですかね例えばのノースビーチレーザーのこう,こういう感じで、ね、こういうふうな感じでのよ要素をですねここ見えるかなここここねここわかりますここ ここにねねり入れてです、ね、あともうサイドのこのここもそうですよこれもあっ <laughs> こ,こ,こ,、えー、こうこうかな <laughs> こう見たらわかるかなうんねっちょっと待ってねあのいろいろ絡まりまくってもねこのあの コードレスなあのパソコンやらいろいろはねあの今コードレスでえな時代なんですけどねいかんせんあのこういう機材は優先なんでね <laughs> 全部やってるうちにあの絡まってしってでまあさっきのねこ,こういうところがあのこういうギザギザっとしたところがねハッと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 ハッこういうところにね生かされてます。ね で、えーっと、あ、もうついでにね、ついでこれまた <laughs> ちょっと待ってね、すごいことな、あの実はすごいことなってるんですよ、これ、あの <laughs> ね、イヤホンが、あの、これがね、リップロール。ね、えー、っと、このおパンツの、まあまあ、こういうこここ、こうか、ここのおね、 ロープのような感じでね止めてる箇所は、えー、ここじゃんここねこの周囲を全部ねこうかかってますこんな感じでねこれがなかなか効いてるでしょこれね、うん、まああのー、これもね同じ革を使ってるんですけどこの表面のこういう革とこの皮紐も,もねこの部分に関しては でやっぱこう穴を通すたびにこうすれていくわけですよシュッシュッとでこうちょっと照りがだんだんこう出てきて、ね、こ,うこういうところの丸みが出てくるんですよね、うん、でですね、えー、また画面が固まったね一瞬一瞬パチッとやるよええー、と復活かな復活してちょうだい画面 OK 来たね来たね でまあ、あ,あんまり近づけたらねあの多分このカメラがですね、えー、悩むんでしょうね。うん、あそうそうあのー、ちょっとね昨日の放送もそうなんですけどですね昨日の放送をですねあと、えー、でそのなんていうのこの映像をですね、えー、ダウンロードできたのであのこうパソコンに。 それをですねあの僕の YouTube ページの方に一度、あのー、試験的にアップしてみました画像はね、あのー、今こう Facebook で流れてる方がきっとクリーンに見えると思うんですけどもね、うんまあ、いろいろこうね YouTube でもご覧いただけたらなと思ってね YouTube の方もアーカイブとして残っていきますしねと思ってね えー、このカメラとかのその辺の、えー、動かしてるソフトもですねちょっとずつ安定してきたんで <laughs>、うん、それを機にねそれまでどうしてもこう画像が止まったりとかいうふうな機会が結構多かったのでそういうねもうこれまでの過去30回の放送でねそんな多かったんで、えーまあ、それをまあ,あのこういう感じで、えーまあ、ある種ライブやけど保存版としてですね残していきたいなと思います。でね、えー、この これあの大体皮の帽子って裏は貼ってないんよねあのここだけをこのねブリムつばねここだけをだいたい1枚つけてあとはもう裏は何もしてないんですけどもうボビアトレーザーはぜいたくなんですけどね両面 <laughs> 両面ね皮貼ってます、ねあのー、で、えー、この周囲をですねこ,これはですね、まあ、まあこのジャケ僕のジャケットでもいいけど えこのせっかくやったらこのヴィンテージの方がねあのこうやっぱええやろうな思ってねこうせっかくこう載せるやったらね見てもらうやったらねこういう感じのこういうところをですねえこういう感じで編み込み編み込みでねひを通しております。でまあだからこの一つのねこの帽子の中にですね えー、もうボブ・イア・トレザーのとかそのセブンティーズのそういう70年代60年代のそういうロックカルチャーのです、ね、が全部詰まっているのがこの帽子なんですよ。うんまあ、これをです、ね、本当にいろんな方があ、ねあのー、全国で、ね、本当に全国にいろんな方があ男女問わず年齢問わず、うんまあ、大,人のか大人な方がやっぱもちろん多いですけどね、うんまあ、タレントさんも気に入ってくれたりとかしててですね あのー、本当にいろんな方から愛されてますしねうんでこれもいろんないろんないろんなばっかり言うてるけど <laughs> ライブやからねあの何、ー、て言うたらええのなえそうやな、まあ、まあこのこういう怪我はねとか あとまあ肩押しのんとかねいろいろな、まあ、これの、まあえーとね、ピンク色のも作,れ作ってますねあのそれはですねもうエルメスで、えー、実際に使われてるカバンと同じところの、まあ、ドイツそれはまあドイツのおータンナーなんですけどそっからあの <laughs> 入れて、えー、ピンクのですね、えーあのあのー、エルメスと同じ <laughs> お、まあ、同じどん底のね えー、レザーをですねでハットも作らせてもらいましたね、うん、あのまあのボビー・アートレーザーの,あのハットのホ,ホームページのハットのところを見て食っていてもらったら出てくると思いますわ、うんえー、そんな感じでですね、えー、まあなかなかとお届けしましたけどね、えー、またあのー、こういう感じで えー、ボビア・ド・レザーの世界をですね楽しんでもらえたらなと思います。じゃあちょっとコメントをねが来てたら読んでみたいと思いますけどもね、えー、ちょっと待ってくださいね。あこれあのいろいろハートやら今日はありがとうございます。日曜日曜やかからねあのどっかお休みな 方もいると思いますしねちょうど今あどっかでお出かけして休憩の方もいると思いますしねあ山さん山田桂さんありがとうございます頑張ってくださいラケロねっラケロねありがとうございますいつもはい、えー、皆さん渕あ坂部さんいつもああのこんにちはってね挨拶ありがとうございますね見てくださってね長渕さんも2005年から9年まではい てましたねロックパンツ、ああ、なるほどね入って。入ってましたんですね。はい。ねあおいくらですかまだあのー、ねこれ何本ぐらいやろな。うん、まあ、あのー、ですね、あまたこれ、あの、またメッセージさせてもらいますよ。もし、あのいつもあのお、ください。ねえ、ね、えー、っと、まあ、あのー、あれですよ。しか とかあの質にもよりますし、えー、馬側とか牛同じ牛側とかでもですね、えー、全然あのいろいろランクがありますんでね、うん、あんありましたありました行きました富士山ライブ行きましたね一郎さんらしいねあまあ一郎さんとねこ打ち合わせしながらねあのここのアトリエでね <laughs> えとねこれ冬のお正月明けですよ。 うんまあ、こちらの方でね、えー、あの来る用事があったんで関西にで、まあ、翌日ここでですねイチさんとですね <laughs>、えー、打ち合わせしててすごい、あのー、盛り上がりましたねはいねええー、あ見えますよとかいろいろねありがとうございますねあ岡田市長滑り込みセーフ,あ,れセーフーありがとうございます やっぱこう岡田師匠嬉しいですねあのこうやって盛り上げてくれてあの本当にね、えー、岡田師匠ね岡田師匠、ね、バッグとか使ってくれててねトートバッグ、ね、とか本当嬉しいですよいろいろねほんとに、えー、なんかそういうふうな感じの思い出もね作品には全部僕も残ってますし。 えー、ブックカフーもめっちゃええんやめっちゃええんやってあのー、ね、あのー、また会うた時にすごい、あのー、喜んでくれてて、あのー、すごい励みになりましたよその当時ね、うん。やっぱりそういう生の声っていうかね、あのー、お喜,喜んでくれてる声を頂い,いたらやっぱりあのー、なんかこう自分の存ボビー・アドレーダーの存在価値もありますしね。やっぱりこう あのやっぱり自分のこういうふうなことをやってることで、えー、誰かを笑顔にできたらなと思いますしね、うん、それをまた誰かにこうの笑顔とか幸せな気持ちがあ伝染していて、えー、広がってもらえるんが一番ラブピースやし、ね、それを僕は、ね、願ってますしね,、うん、ね本当に、えーまあ、そういう感じでですね。えー 放送を、ね、こうさせてもらいました今日もね、えー、また、あのー、今日はねお休みの方も多いと思いますんでねゆっくり、えー、じ自分の大切な人たちとか、ね、と一緒にですね、えー、素敵な思い出に残るうーなんかそういう一日をですね過ごしていただければと思います。で僕もね、えー ね、こ,のこれからの、ねえー、レザーな季節にですね、えー、レザーと向き合いながらですね、えー、作品をですね待ってくれてる人たちのためにですね、えー、コツコツとお作っていきたいと思います。ね、それでは、えー、またお会いしましょう。ボビーでしたじゃあね